はい、どうも、セシカです。というわけでね、今日というか今回の動画はちょっとね、セシカね、1週間ぐらいかな。ちょっとセブンデイズトゥーデイお休みすることになります。すいません。急に電話がかかってきて、つかまあ、電話取れなかったんだけど。なんかばあちゃんが、手術したらしくって、ちょっと実家に一旦帰ります。で、実家にパソコンないし、持って帰るわけにはいかないんで、ちょっとの間、できなくなります。で、ご存知の通り、私取りだめしてないんで、止まった瞬間止まります。そう。なんで、多分、3日4日っては言われてるんだけど、わかんないから、とりあえず1週間っていうことにしとこう。ぐらい、セブンデイズトゥーデイ止まっちゃいます。すいません。いやー、どちらかというと心残りはモンハンなんだけどね。モンハンのベータテストが、オープンテストっていうの、なんていうの。めっちゃかかるんだよね、見事に。もう仕方ない。仕方ない。これに限ったら仕方ない。もう、仕方ない。元気でいるからそれでいい。多分元気。わかんない。言ってみないでわかんない。というわけでちょっと1週間ぐらいお休みさせてくださいな。で、帰ってきたら何するかをちょっと覚えとかないとな。忘れてると思う。まあいいや。このコメントに何するか書いといてくれたらすごく助かるかもしれないっす。何する武器か。セブンデイズトゥーダイってなんだっけってなるかもしれない。いやー、毎日動画上げてきたのにね。しゃあないわ。ちょっとお休みの間は、なんだっけ、ダンジョン3ってゲーム？あれ、実はもうがっつり最後までクリアしちゃって、取ってはあるけど、あげるのあげてないんで、あれをとりあえず今から、いっぱい予約投稿するだけ、できるだけしとこうかなと思います。1週間分あるかは知らないけど。まあ、あげれるだけあげとこうと思うんで、もしよかったら、そちらの動画も楽しんでくれたらと思います。あとはまあ、私の動画、やばいぐらいあると思うんで、昔の動画を漁ってみても面白いかもしんない。え？ってなるかもしんない。え？って。セシカ、そんな簡単に殺される？みたいな。いや、スタベーションの最初が死にまくってたわな。信じられないぐらいに死にまくってたわな。オッケーオッケー。というわけで、じゃあ今回はここら辺でちょっと休みします。すいません。すいません。というわけでご視聴ありがとうございました。静止画でした。